この先には一時停止の標識があります建物や木など遮るものはなくかなり見通しのいい交差点になっています前が大破した白い乗用車とクロンのピックアップトラック今月5日、札幌市東区の交差点で2台の車が衝突それぞれの車に乗っていた3人全員が死亡しました 現場は札幌市の郊外東カり機12条2丁目にある信号のない交差点北から走ってきた黒いピックアップトラックと東側から来た白い乗用車が出会い頭に衝突2台とも20メートル以上はじき飛ばされました 乗用車側ににに一時停止のの標識があっって警察によりまますすとと現場にブレーキの跡はなかったと言います現場付近の道路は信号機などは全くない直線道路でかなりスピードを出しやすい場所になっています死亡事故が起きた交差点を取材すると見通しがいいからなのかスピードを緩めるだけで一時停止をしない車もたびたび見られました この住宅街では去年から今年にかけ29件もの人身事故があり4人が死亡していますそのうち実に7割が交差点での事故です20年ほど前から開発が始まり新しい住宅が並ぶ東刈木地区住民に話を聞いてみるとこの辺には全然家がなかったんでそれから見るともう非常に。 車も増えてるゲ家も増えてる昔から見るともう10倍以上に増えてるかなという感じはあります事故ここしょっちゅうなんですよ多いんですここ,ここの交差点死亡事故があった交差点では今日警察や地元住民が集まり道路の状況を確認しましたもうちょっとここが停止しなきゃならない場所だよっていうことを分かりやすくする何かがあればいい状態、うんうん。子供たちが一番取るところにですね横断歩道とかないんで 手押し信号をつけてくれというような形のものをですね今要望しております。